ホットモットフィールド神戸です。オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズ、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右のケイ・スズキ、対するライオンズの先発は左のエノキダ、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右のケイ・スズキ、マウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは秋山。次は4球目、投げた、打ちました、セカンドの左、福田、ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番源田。第4球は150キロ直球、空振り三振。バッターは3番森。第2球、投げた、打った、いい当たりだ、一塁へ送る。福田、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。ケイ・スズキ、三者凡退に抑えています。バファローズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。左のエノキダ、マウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは福田、完全に外れた、ボール。第2球、投げた、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。福田、いいバッティングを見せました。バファローズ先制のチャンスを迎えます。バッターは2番宗。第9投げた、初球空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。投げました、決まった、ストライク。早くも追い込まれています。低め、ボール。投げました、サークルチェンジ、空振り三振。先ほどのプレーです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは吉田。大きな声援が届いています。1球目ストレート、空振り。さあ、次の投球、流し打ち、アルボーン。投球はこれから3球目、打ちました、いい当たり、破った、ライトバックホーム。吉田、ナイスバッティングです。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の中村。初球打った、抜けた、中村、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第4球を投げました、打った、ショートの左、ゲッツーコースだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。右バッターボックスは山川。背番号33、山川穂高。第4球を投げました、打ちました、これはセカンド真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって、ライオンズ無得点で終了です。3回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは木村。初球打ち、流した、ライトの右、アルボーン。第2球投げました、真ん中に伸ばしてストライク。もう追い込んでいます。投げた、見送ってボール。第4球を投げた、高めの球、見逃し三振。第2球投げた、打ちました、当たり損ない、福田掴んだ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。ランナーは9番金子。打った、流し打ち、中川ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。ケイ・スズキ、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって、0対0、両チーム無得、0対0で迎える3回です。バッターは福田。第9投げた、ストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打ちました、三遊間のゴロ、抜けた、福田、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第9投げた、ボール、一塁牽制、タッチセーフ。第2球、一塁ランナー走った、キャッチャー二塁へ送球、これは楽々セーフ、盗塁成功です。さあ、リプレイです。投球はこれから3球目、決まってストライク。第4球は空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番吉田。ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、初球サークルチェンジ、空振り。第2球投げました、このボールも空振り、バッター追い込まれました。
第3球を投げました。ストライク、空振り三振、えのきだ。三安がうなります。リプレイをご覧ください。得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。序盤終了しまして0対0、バファローズチャンスを。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは秋山。最初のバッターボックスは内野、打ちました。足立取った、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番源田。今日の第1打席はスイングアウト。次は4球目、投げました。低めのボール引っ掛けた。福田ボールを取る、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番森。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球から打ってった、サード左へのゴロ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。 K 鈴木、上位打線を三者凡退に仕留めています。4回の表が終わって0対0、ライオンズこの回も得。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者、151キロ直球、空振り三振。中村、全くタイミングが合いません。第2球、流し打ち、どうだ、抜いていった、ライトからセカンドへ、タッチはセーフ、二塁はセーフ。先ほどのプレーです。さあ先制のピンチで迎えるバッターは山川。大きな声援が届いています。第2球、外崎スタート、これはストライク、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。第3球はストレート決まってストライク。さあ4球目、見逃し三振。バファローズこの回ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。5回の表が終わって0対0、0対0で迎える5回です。ここまで2安打福田。投げました、初球はストライク。第2球、投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ったい当たりだ、ワンバウンドヒットになった。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、福田ツーベース。今日これで3打数の3安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左対左の勝負になります。ここまで2三振といいところがありません。打った、掴んで、これで3アウトになります。2塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。前半が終わりまして0対0、バファローズチャンスを追い、バッターは代打メヒア。第3球を投げた、アウトコース高め、空振り三振。最後は直球、力でねじ伏せました。第3球を投げた、打った、右中間へのフライ、ライト前に出る、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番金子。最初のバッターボックスは打ちました、ヒット。打ったバッター一気に2塁へ向かう、金子ツーベースヒット。バファローズ先制のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。打順は1番に帰って秋山。ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、三振。先ほどのプレーです。 K 鈴木、2アウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。6回の表が終わって0対0、バファローズ。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは源田。今日は三振とセカンドゴロ。投げました、高め外れてフォアボール。いきなり歩かせてしまいました。左バッターボックスは3番森。今日はセカンドゴロとサードゴロ。投げました、あーっとショーフライになった。ボールを掴んだ、ピッチャーから一塁送球アウト。ランナー二塁に進みました。バファローズ先制のピンチを迎えます。打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになる。ボールは中継、ようやくゲームが動き始めました。1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。
ライオンズダイソーを送ります。はい、二塁に入りました。ワンアウトランナー二塁という場面で外崎、第3球を投げました。膝元へズバッと決まって見逃し三振。ケイスズキ3球で仕留めてみせました。次は5球目投げました。外角低め見逃し三振。さあ夜空高く花火が打ち上げられました。バブルズピッチャーを交代します。ケイスズキ降板。マウンド上ピッチャーは近藤。今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかがかかる。スプリント空振り三振。近藤見事なピッチングです。投げた打ちました。大城掴んだ一塁送球アウト。栗山いい当たりでしたがショート正面でした。これで2アウトランナーあります。打ちましたショートバウンド。マレーをうまくさばいています。3アウトチェンジ。近藤下位打線を三者凡退0点に抑えています。8回の表が終わって1対0。バブローズ大展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で福田、今日は3安打猛打賞。第2球投げた打った切れていきますファール。第3球を投げた打ちましたファール。次は4球目外れたボール。第5球投げた打ちましたショート右の当たり二塁フォースアウトアウト。ダブルプレイ。バブローズピッチャー交代です。近藤降板。左の山田最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた打った強い当たり打球はそのまま伸びていく。ヒットバッターランナー一塁兼パス蹴って二塁へ。秋山ツーベースヒットを放ちました。さあリプレイです。今日元気のない源田。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第1球投げました。これは引っ掛けた掴みました。二塁送る。これでワンアウトランナーは二塁変わりません。第1球投げました。あーっとショーフライになった。取った一塁へ送る。福田取ってアウト。ランナー三塁に進みました。バファローズなおもピンチが続きます。投げました打ちました初球打ちボテボテのセカンドゴロアウト。スリーアウトチェンジ。バファローズこの回ツーアウト三塁のピンチでしたがここはゼロに抑えました。9回の表が終わって1対0。ライオンズこのサヨナラ勝ち。あっけない幕切れです。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りし